犬と鳥と謎の生き物を残飯団子で手下にしたブタ太郎は魔界を目指します。ここが魔界か。不気味な場所だぜ。よし、まずは手下もお前らが戦ってこい。とどめは俺様がビシッと決めてやるからよ。俺がビビってるんじゃねえかって？情けねえ豚野郎どもだぜ。いやいや、魔人族ども、俺様は地上最強の豚、豚太郎。くらえ、ローリングハムアタック。無理無理無理、やっぱお家に帰れ。おい、お前ら戻ってこい。俺を置いてくな。フルカウンター！メリオダス？一緒に魔人族と戦ってくれるのか？いい加減にしろ。魔人族は何も悪さしてねえだろ。でも俺のことをこんなひどい目に遭わせたんだぜ。そりゃお前が喧嘩を売ったからだ。うちの豚太郎がとんだご迷惑をおかけしました。言い忘れていましたが、魔人族は恐ろしいけれど魔界で静かに暮らしているだけの根は優しい種族でした。こうして家に連れ戻された豚太郎、一つだけ学んだことがあります。それは豚は豚らしく残飯食いながら平和に暮らす。やっぱり身の丈に合った生き方が一番だな。